実はですね、占いには3種類あるんですね。はい、牧術、命術、双術といって3つあるんですよ。で、牧術と言われるものが、オラクルカードとか、竹とか、サイコロを使って、偶然の中からね、必然を見つけていくっていうことなんだけど、まあ、偶然引いたカードがあなたのね、どこかにこうマッチしていくと、その言葉がスッと入ってくる。で、それを受け取るも受け取らないも全部自分次第というのが、もともとカードなんですね。命日というのは皆様の生年月日によって皆様が生まれてきた星を見つけて、はい、そしてそれをロジカルにこういうふうにやったら、あなたの人生が要点しますよというね、イメージだけではなかなか伝わらない、具体的な行動を示してこそ人は要点していくっていう人が、まあ、ほとんどなんだけど、で、実はですね、今回新しくできるカードはカードの中に命日が入ってくるんですよ。カードを見たら、どの方位か、どの時間か、どの季節か、どの本能か、どの数字か、どの色かまで全部わかるようなエレメントが詰まった、陰陽五行のエレメントが詰まったカードになります。ですから、この絵のどこかに暗号があって、その暗号を見ただけで、これわかるでしょ？青龍でしょ？青い龍でしょ？ってことは、そう、春なんです。ね、春、朝必要なのはやる気、勇気、元気ですよ。ね、ですから、朝に川でしょ？東側の川を訪ねてください。で、すると、あなたの怒りを鎮める、鎮魂祭ですから、これは。怒りを鎮めるスサノオの力によって、あなたの汚れを取り除き、こういった陰陽五行のエレメントも全部入ってカードに、ね、なって皆様のもとに届けられます。で、またね、今までは3枚引きだったんだけど、今度は、方位盤といって、方位に置いていく、その方位で開運歴を学んでる人たちはすぐできます。はい、でもともと開運歴に鑑定書があるから、これをそのまま読んでもできるんです。だから、一般的には絵から言葉を落として話すんだけど、それも当然やるんだけど、もっと具体的に欲しいって言った時は、もう紙で渡すんです。はい、鑑定書で渡せる。こういう、はい、あなたのカードはこういう意味ですよって言って、はい、どの方位ですよ、どの色ですよとか、こういう感じでも具体的に渡せます。